リチャード・ディック・ウィンターズは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍第百一空挺手段第五百六パラシュート風評連隊、第二大隊 E 中隊の中隊長などを務めた。九百四十四年六月六日、未明、ノルマンディーに、パラシュート降下し、フランス、ベルギー、オランダ各地を転戦、数々の戦闘を指揮し最終的には、 ドイツ入りした。対戦末期には、第二大隊の大隊長まで昇進している。対戦後、軍を除隊し、ニュージャージー州で働きながら、市民生活を送っていたが、朝鮮戦争中の1951年に、陸軍から招集を受け、朝鮮半島には派遣されなかったものの、ニュージャージー州のフォートディックスデシカンの訓練や、連隊の計画立案などに携わった。 軍を除隊後、いくつか職を変えた後、農機具を販売する会社を設立し経営した。ウィンターズについて何冊もの本が書かれ、2001年には、ウィンターズを中心とする E 中隊の戦いを描いた、米 h b o 制作の t v ドラマ、バンド・オブ・ブラザースが放映された。このドラマでは、ダミアン・ルイスが、ウィンターズ役を演じている。 このほか、ウェストポイントにあるアメリカ陸軍士官学校では定期的に客員講師を務めていた。1997年に引退し、2011年1月に死去したが、E 中隊の中隊長経験者では最後に亡くなった人物であった。1918年1月21日、ペンシルベニア州ニューホーランドで、父リチャードと母イリスの間に生まれる。 8歳の時に、ランカスターに引っ越し、1937年、ランカスターボーイズハイスクールを卒業、フランクリンマーシャルカレッジへ入学した。同校では、学生クラブ、デルタ・シグマ・ファイのメンバーとなり、校内フットボール部やバスケットボール部に所属した。だが学業を優先させ、学費も稼がなければならなかったので、一番好きな、レスリングや、社会活動などは断念した。 1941年、主席で同校を卒業した頃欧州で戦争が本格化し、ウィンターズは陸軍に入隊した。当時制定されたばかりの選抜訓練、徴兵法によって、青年男子には1年間の兵役が義務付けられていたこともあり、ウィンターズはビジネスキャリアの途中で徴兵されるよりは年が安して1941年8月25日に軍に入隊し、 9月には南カリフォルニアのキャンプクロフトで基礎訓練を受けた。基礎訓練終了後、所属する大隊の他の者のはパナマへ派兵されたが、ウィンターズはキャンプクロフトに残りたの徴収兵や志官兵の訓練を手伝った。1942年4月、ジョージワ州フォートベニングの士官候補生学校に入ったが、ここでウィンターズは対戦の終わりまで、 第101空挺師団で共に戦い抜く戦友のルイス・ニクソンに出会った。1942年7月2日、士官候補生学校を卒業し、少尉に任命された。候補生訓練の間に、ウィンターズは空挺兵になる決心をしていた。だが卒業した時点では、パラシュート部隊に適当な配属先がなかったため、キャンプクロフトに戻り徴州兵の訓練を続けた。 5週間後、ウィンターズは、ジョージア州キャンプトコアの、第506パラシュート風評連隊に、所属するよう命令を受けた。1942年8月中旬に、トコアに到着したウィンターズは、第506パラシュート風評連隊、第2大隊 E 中隊、ハーバートソベル中尉のもとに配属された。はじめ、第2小隊の小隊長であったが、同年10月に中尉に昇進して、 中隊の副隊長となった。ただしこれは1943年5月になるまでは正式なものではなかった。第506パラシュート不評連隊は実験的部隊であり、組織された一つの部隊として空挺訓練を行う最初のパラシュート不評連隊であった。とこ基地に来る前に軍事訓練を受けた経験のある者がほとんどいなかったこともあり、 結果として訓練中に多くの人員が脱落した。志願した500名の士官候補生のうち、訓練過程を終了した者はわずか148名であり、一般隊員においても5300名の志願兵から選ばれたのはわずか1800名であった。1943年6月10日、第506パラシュート風評連隊は、 正式に第101空挺師団に編成された。同年、兵員輸送船サマリア号に乗り込み、1943年9月15日、リバプールに降り立った。それから、ウィルトシャー州アルドボーン基地を拠点として、1944年に計画されたヨーロッパ侵攻の準備をするため激しい訓練を行った。 1943年11月12月、いー中隊がアルドボーンに駐屯中に、ウィンターズとソベルの確執は頂点に達した。ウィンターズは、以前から個人的にソベルの戦闘時における中隊式能力に疑問を感じており、さらに多くの中隊員は、ウィンターズの力量を尊敬する一方で、ソベルのリーダーシップを疑うようになっていた。ウィンターズとしては、 集隊の指揮権をめぐって、ソベルと争うつもりは、決してなかったと述べている。しかし、ソベルが法を根拠に、ウィンターズの失敗を責めようとするにあたって状況は、手がつけられない状況になった。ウィンターズは、罰が不公平であると感じ、裁定を軍法会議にかけることを要請した。大隊長ストレイヤー少佐は罰則を破棄することで、ことを収めようとしたが、翌日ソベルは、 ウィンターズに別の問責をかけた。調査が行われる間、ウィンターズは中隊から転属させられ、大隊付けの両末担当将校にされた。この後、ウィンターズの引き止めにもかかわらず、中隊の可視官多数が連隊長、ロバートシンク大佐に対し、ソベルを更迭するか、さもなくば、軍を辞めると詰め寄った。シンクは不機嫌になり、辞表を書いた。 可視館を降格または他の中隊へ転属させるなどした。その一方で問題解決のためソベルを転属させる決断をした。ソベルは医師や従軍牧師などの降下訓練のために新設されたパラシュート降下訓練校に赴任することとなった。ウィンターズの軍法会議の件は無効となり第一招待の招待長として E 中隊に復帰した。なお、こうした。 個人同士のぶつかり合いがあったにもかかわらず、ウィンターズは後に、E 中隊の成功の一端は、ソベルが中隊に大いに期待をかけ精力的な訓練をしたことによるものであると感じると述べている。1944年2月、ソベルの後任として、トーマス・ミーハン中尉が E 中隊の隊長に赴任した。トーマス・ミーハン中尉は、 ノルマンディー降下作戦当日まで中隊長を務めたが D、例当日6月6日午前1時15分頃、ミーハンを含む中隊幹部を乗せた C-47 輸送機がドイツ軍の大空砲によって撃墜され、乗員は全員戦死した。ウィンターズはサンメールエグリーズの村外れに降下することに成功した。降下時の衝撃で装具を入れた。 レッグバッグを紛失し、ブーツに挟んだ、銃剣以外武器がなかったが、冷静さを保ち、共に降下したパラシュート兵を数人まとめ、目的地産、マリー・デューモンへと進軍を開始した。この時点では、ミーハン隊長の身に、何が起きたのかを知るよしもなかったが、ミーハンが行方不明であったことからウィンターズは変わって、ノルマンディー作戦中の E 中隊の指揮を取ることとなった。 6日の朝7時ごろ、ウィンターズは、米軍上陸地点のユタビーチを射程に収める、ドイツ軍の105ミリ砲類を破壊するため部隊を、引いた。砲類の守備に当たっている、ドイツ兵の数は50名ほどと見られていたが、米軍側は、ウィンターズを含めが13人だけであった。ルグラン・シェマン村の南部ブレクール・マノールで行われた、この戦いは、 ブレクール法類攻略戦と呼ばれ、ウェストポイントの陸軍士官学校では、固定陣地を強襲する手本とされ演習で実践されている。またこの攻略戦において、ウィンターズは、ユタビー地区域における、ドイツ軍の砲台陣地が細かく記載された地図を入手している。1944年7月1日、ウィンターズは大イに昇進し、 その翌日第一軍オマー・ブラッドレー将軍から主君十字章を授与された。その後第506連隊はタイの再編成のためフランスから英国アルドボーンへ一時撤退した。1944年9月第506連隊はオランダでの空挺作戦マーケットガーデン作戦に参加した。10月5日ドイツ軍はベー 第2大隊の側面に攻撃を仕掛け米戦線を突破しようとし、この時パトロール中の E 中隊4名が負傷した。指揮所に戻った、石膏隊から中隊指揮所の東1200メートルのところで、ドイツ軍の大部隊に出くわしたとの報告がなされた。状況の重要性を認識したウィンターズは、第1小隊から1分隊を引き、ドイツ軍の南方つまり、 大替指揮所に向けて機関銃を撃っているのが目撃された交差点へ向かった。ウィンターズは敵軍の位置を確認してから敵機関銃手を吸収すべく分隊を連れ攻撃をかけた。その陣地を確保してからすぐに反対側のドイツ軍から銃撃を浴びせられた。その陣地は少なくとも 正体以上の兵力があったとみられ、ウィンターズは無線で第一正体の残りを増援として送るよう命令し、この増援部隊を率いて強襲指摘部隊を壊滅させた。後日の調べでこの時のドイツ側の兵力は少なくとも300名以上であったことが分かっているが、これに対しウィンターズら米側の兵力は35名であった。10月9日、ウィンターズは 大体付副隊長に任命された。通常この地位は、小佐がなるものだが、ウィンターズはまだ大尉のうちに任命された。1944年12月16日、ドイツ軍は、ベルギー・アルデイヌで連合国に対する反抗に転じた。第101空挺師団がバス投入へ向かったのは12月18日のことである。後に、バルジの戦いとして知られる。 この戦いの間、ウィンターズは、第2大隊の副隊長として、バストーニュの北西にあるホイの町近くの前線にいた。第101空挺師団と第10機構師団の一部が、ドイツ軍に包囲され苦戦したが、一週間後、第3軍がバストーニュを包囲していたドイツ軍の防衛線を突破した。包囲から解放された後、1945年1月9日。 第2大隊はフォイへ攻撃をかけ陥落させた。1945年3月8日、第2大隊がアグノーへ移動した後、ウィンターズは少佐に昇進し、その後大隊長ストレイヤー中佐が副連隊長に昇進したことから第2大隊長に任命された。これ以降、第2大隊は大規模な戦闘には参加していない。4月になると、 その月末に予定されていたバイエルン州配属の前に、ライン川沿いの防衛任務を行った。5月初め、第101空挺師団は、ベルヒテスガーデンを奪取せよとの命令を受けた。第2大隊は、タールハイムを出発して1945年5月5日正午には、町に到達し、3日後の5月8日に戦争が終わるまでその場所にいた。ウィンターズは、戦争が終わった後も、 自身は合衆国に帰るのに十分なポイントを持っていたが、ドイツでの占領任務や動員解除の処理のために必要だと言われ、1945年11月4日にマルセイユからウースタービクトリー号に乗り帰国するまで欧州に残った。その後1945年11月29日に軍を離れたが、 正式に除隊したのは1946年1月22日で、それまでは除隊休暇扱いになっていた。ウィンターズは、ブレクール・マノールでの戦闘を指揮した功績から、名誉勲章に推薦されていたが、名誉勲章には1師団につき1名までという割り当て性があり、第101空挺師団ではすでに、 ロバート・コール・中佐が受訓していたため、米陸軍で名誉勲章に次いで2番目に栄誉ある主君十字章への推薦に格下げされた。テレビでバンド・オブ・ブラザースが放映されてからは、ウィンターズに名誉勲章受訓を要望する手紙を書く、キャンペーンなども行われたが、不成功に終わり受賞はならなかった。2009年の第111議会では、 ペンシルベニア選出民主党国会議員、ティム・ホールデンが、2ーオーソライズリクエストザ、プレジデントツー・アワードザメダルオブ・オナー2、リチャード・ディ・ウィンターズ、オブ・ハーシー、ペンシルベニア。フォーアクツ・オブ・バロー・オン・ジューン・6、1944、イン・ノルマンディ、ー、フランス、ホワイル・アン・オフィサー・イン・ザ・101、ショート・トン・エア・ボーン・ディビジョン、とスルギアンを提出し、 海軍事委員会及び軍人事省委員会で審議されている。ディック・ウィンターズ近衛第二次大戦後、ウィンターズは戦友ルイス・ニクソン大尉の一族が経営するニュージャージー州エッジソンのニクソン賞賛火星工場に勤め、1950年には工場長にまで昇進した。1948年5月16日にエセルエストッピーと結婚。 福音軍人言語法を利用し、ラトガース大学で経営と人事管理を学んだ、朝鮮戦争中の1951年6月に、陸軍の現役軍務に再召集され、ケンタッキー州、フォート・キャンベルの第11空挺師団への出頭命令を受けた。だが、出頭まで6ヶ月の猶予があったため、ウィンターズはその期間を利用して陸軍が自分を、 朝鮮半島に送らないよう説得するつもりで、ワシントン DC へ行き、トニー・マコー・リフ大将に、自家判した。ウィンターズはマコー・リフに、自分はもう戦争を、十分見たと言い,い、マコー・リフは、ウィンターズの立場を理解したようではあったが、なおウィンターズの指揮官としての経験が必要だと説いた。ウィンターズは、マコー・リフの説得を受け、 フォートディックスで作戦計画と訓練担当の連帯付け爆僚に任命された。フォートディックスでは仕事に幻滅を感じるようになった。自己鍛錬の精神にかけ、授業にも出席しない士官候補生たちに対して何の熱意も持てなかったのである。結果として、ウィンターズはレンジャースクールに行くことを志願した。その後、朝鮮半島への派遣命令を受け、 シアトルに向かったが、そこでの配属前手続きで希望するなら、除隊しても構わないとの申し出を受け、軍を除隊した。軍を除隊してからは、ニュージャージー州ニューブランズウィックで、伴走工工場の製造主任として働いた。1972年に、ペンシルベニア州の農家を相手に、飼料や農機具などを扱う会社を設立し、その後間もなく、 ペンシルベニア州ハーシーに移住して仕事を続け1997年に引退した。ウィンターズは1951年妻エッセルと共に小さな農場を買い家を建て二人の子供を育てたがここに D ・ D の時自分自身に約束した平和と静寂を見つけたと語っている。1990年代になると ウィンターズ自身の戦争体験や E 中隊の仲間たちのことが何冊もの本やテレビ番組で取り上げられるようになった。1992年、スティーブン・アンブローズは、バンド・オブ・ブラザーズ、EG ーー・カンパニー、506ス・レジメント、101、ショートトン・エア・ボーン・フロム、ノルマンディ・ツー・ヒトラーズ・イーグルス・ネストを書き、これが、HBO 制作の TV ドラマ、バンド・オブ・ブラザーズの原作となった。 また、ウィンターズをテーマとした本、ビッグゲストブラザー、ザ・ライフ・オブ・メジャー・ディック・ウィンターズ、ザ・マン・フー・レッド・ザ・バンド・オブ・ブラザーズが2005年に出版されている。ウィンターズ自身の回顧録としては、2006年初頭に、軍事視野で、陸軍隊役軍人である、コール・キング・シード元陸軍大佐との共著、ビヨンド・バンド・オブ・ブラザーズ、ザ・オメモアーズ・オブ・メジャー・ディック・ウィンターズが、 出版されている。また、ウィンターズは、ウェストポイントの米陸軍士官学校で、士官候補生を相手に、リーダーシップについての講義を、多数行い、2009年5月16日には、フランクリンマーシャルカレッジから人文学の、名誉博士号を送られた。ウィンターズは、数多くの賞賛を浴びたが、自身の軍歴については、至って謙虚であった。ドラマ、 バンド・オブ・ブラザース冒頭のインタビューシーンでは、ウィンターズは、マイク・ラニューン軍ーから受け取った手紙の一文を引用して、次のように語っている。私はある時孫からこう聞かれたことを今でも覚えている。おじいちゃんは戦争の英雄だったの私はこう答えた。いいや。でもね、英雄の仲間たちと一緒に戦ったよ2011年1月2日。 ペンシルベニア州ハーシーで死去。亡くなる前の数年間は、パーキンソン病を患い、ペンシルベニア州、キャンベルタウン近郊の介護施設で過ごしていた。生前、葬儀は、非公開とすることを望んでいたことから、2011年1月8日に、近親者の身が参列して式が取り行われ、ペンシルベニア州エフラタにある、ベルクストラーンセフクイーンルーテル教会墓地にある、 ウィンターズの両親の隣に埋葬された。墓石には、リチャード D ・ウィンターズ WW2101 ショートトーン、エアボーンと刻まれている。ウィンターズの略樹。ありがとうございます。